ってくるので少々お待ちください。かしこまりました。現在お取り込み中です。じゃあ皆さん、はい、本日の自己紹介タイムをいきましょうか。お願いします。左からどうぞ。お、はい、最近JSB スタイルがちょっと好きな周一です。ちょっとめっちゃ好きです。こわこわ。はい、そしてはい、今日はなんとスペシャルゲスト、あれあれトドちゃんです。イエーイ。いや、名前忘れた。玉川の玉ちゃんです。違う違う違う、そうじゃないよ。そうじゃないよ。玉川のたまちゃんやばい。玉川のたまちゃん結構やばい。結構やばい。チームでなんですけど、大大だ今日は大だの経に聞きましちゃったよ。引っ越してきた。で、それで一太くんもいないです。大地です。大地です。はい、ジュリカです。お願いします。可愛い帽子ありがとう。札幌の暗い。はい、行きましょう。次誰だ。こいちゃー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーリア。あやち、おめでとう。はい、とくん。何歳何歳何歳。ということで、今日で自分二十歳になります。せーの、飲んでる。4日誕生日のヤマッチです。おめでとう。ナイス。ありがとうございます。アルチュー、一発芸みたいな。アルチューよ、アルチューアルチューはよくわかんなくなっちゃう。はい、今日忘れ物してすごい体調悪くなるぐらい落ち込んでたあかりです。わかりやすかった。響かせはもちろん。響かせ。
ミカセはなんか、いやでも衣装から結構シンプルなんですけど、うん、あのメガネ、はい、で、あのこれ言っていいんですかね、実は大丈夫ですよね、なんかメガネでこうやってボタンを押したら赤、青、黄色、黄色、緑みたいな変わるやつがあって、で、こういうやつをみんなで合わせて、なんて言うんだろう、ちょっと宇宙系今回、はい、それを目指して、あのこれを作ったんですけど、結構、なんか良かったよね、はい、めっちゃ楽しかったよね、めっちゃ良かった、ライトが暗かったから、そう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 、ステージにも映えてた、すごい映えてたし、なんか結構ツイッターでもなんか、いやー、角川さんマジでやばかったみたいな、響かせやばいみたいな、めっちゃコメント来てて、本当になんか、てかうちらも響かせ結構ハマっちゃった結構頭から離れなくなって、すごいいい曲だなってで、結構良かったよね、おーおー聞いてないはい、そんな感じで、あの、ケイタさんにも鬼トレされてみんな頑張りました、頑張りました、あれ、去年の1曲目って何でしたんですか、去年は、あ、そうだ、王朝炸裂ガールです、マカロン食べたい、あなたの2年連続メガネ続きということにはなって、そうですね、次ヤバいメガネに進化はしたから、ね、多分こうなってる、来年のメガネも楽しみにというわけで2曲目はあれですね、ラブジェネの合格者のゆいちゃんを迎えた作品となりました、カタカブジュンキシャキンゆいちゃん、なんかもうゆいちゃんといえばもうなんかこれ、まあ、もうこれ肩抜きはみんなみたいな感じの女の子なんで、ちなみにゆいちゃんは KFD っていう KD のユースチームの一員なんですけど、今回はそうなんですよ、結構ハードだったよね、めちゃめちゃハードでしたね、ゆいにとったらゆいが実はリハーサル1日のみの参加の本だった、ね、すげー、やばいわ、あれはそう考えたらすごい、それであのパンパフォーマンスを見せてくれました、いや、そうは見えなかったよ、ね、まだ高校生だよね、はい、ちなみに2曲目結構あのギリギリまでやばくて、あの早着替えが間に合わない事件がすごくてですね、あの結構リハーサルの方ではみんなあの着物を丸開きみたいな状態であのリハーサルを させていただいたんですけども、まあ、本番まさかの大成功という形で、それがあって早いキャップを取り入れました、本当に、まあ、結構 KD にしてはいい感じの、うん、なんか珍しい感じのいいスムーズムに、スムーズムスムーズムね、スムーズムだったね、わ、めっちゃわ、めっちゃわなわ、わ、わ、わかと思った、じゃないな、W これは MA だわ、力と、うるせえ、力、わ、力とまた違う感じで、ね、アスハが型を作ってくれたんですけど、お前調子なんだよ、マジで、し型を作ってくれたんですけど、結構その型の振りがフォルトになってるんで、はい、あのタイムシフト視聴がまだできるみたいなので、はいはい、そうですね、見てください、はい、お楽しみに、3曲目はメノですね、メモ、メノ、はい、はい、今ちょっと待って、はい、メノ喧嘩しないってカンペ出されました、あれメノ喧嘩しないよ、はい、何使ったの、まず合格者のつねくん、つねくんと一緒に、13歳、週1どうすんの、13年しか生きてないって怖くない、僕17歳で、はい、あ、そっか、あんま変わんないか、僕も17歳なんですけど、小道具を17で一番使ったグループで、そうだね、曲で椅子と傘とカッパですねを使ったんですよ。なんで、ベンチもね、あ、はい、ベンチ今、あ、言ったごめん、使ったんですけど、もうエラーがたくさん続いて、で、本番にベンチが倒れちゃったんですけど、そうなの、倒れたね、でも、つねくんがもうスローの時にね、やばかった、あれ震えた、全然わかんなかったっていうぐらい、もう演技がプロ、うん、いや、あの本物のプロを、もうリハの時もだったんですけど、2回僕たち見せてもらってて、本当にいろんな意味で刺激を与えてもらいましたっていう作品です。あやとくんどうでしたか。そうですね、もう全部言ってくれた、そうですね、全部言ってくれましたね、おや、いや、なんかもう自分出てなかったんですけど、こう、元々、あ、そうだ、そう、元々出てないけど
振り付けとか考えたりして。でもアイラとちょっと出たじゃん。そう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 、傘をね、傘をいい位置したの。ちょっとやめてよ。こうベンチ持ってこういろいろとね演技ね、ちょっとあれで俳優来るんじゃない。はい、作るか。そう、ちょっとだけ、ちょっとだけね、演技がエキストラみたいな。まあでも最高に常くんがね、アドリブ。まあでも何があって、あのベンチをあのリハの時にイッタが電車で持ってきたっていうのは間違いない。シャオシャオ、なんかイッタがなんか汗だくですごい白い布にこうやって持ってきて、え、何持ってきたのって言ったら、ベンチ電車、電車でって言った。家の庭からベンチをかっさらってきたらしい。本当にサンタさんだよ。あれイッタくんのなんだ。そう、でもそれがあってのメノですから。そうだね。いや、よかったよ、メノ。はい、というわけで3曲目に行く前に出遅れました。カタカードリームズの北です。イエーイ。みんなのピクチしてる。あ、違う、4曲目か。そしたら4曲目はキザちゃんに、はい、4曲目、杖を使ってですね、マジックを、してくれくださった、みんなの聖望さんと一緒に踊らさせてもらいました。みんなの聖望じゃないかね、みんなの聖望、ね、マジックの内容といたしましてはスティック、棒ですね。そうですね、花に変えるという、僕でも素晴らしいものを見せてくれまして、うん、なんかすごいあのお客さんも盛り上がってた感じはしまし た、ね、はい、めちゃめちゃしました。いや、本当にしました。自分たちも盛り上がった、うん、したしたした、だからすごいなんか良かったな。でもT シャツ、T シャツもね、変わった。何から何に変わったんですか。あれ、変わってるのかな。赤から白。逆。嘘、逆白から赤。そうそうそう。そう、これ大事。そうで、まあ、何が難しかったかと言いますと、やっぱ棒をね、使うということで、ね、うん、めっちゃ固めましたよね。いや、固めたね。固めたけど、あの、しっかりレナちゃん、うん、落としてます。本番、はい、本番マジ。本番ちゃんとね、しっかり。めっちゃ慌ててた、うわレナ。そうけど、まあ、バイブスは100点だったと思われますので、楽しかった。バイブス良ければ全てよし。みんなの全放送ありがとうございました。ありがとうございました。ラス曲、ラス曲、誰に返す。なんだっけ、週1じゃない。お祭りだ。なんか、いっぱいやってた。太鼓のさ、宣言、まず太鼓に見えたかどうかだよね。はい、どうですか、皆さん。見ましたよ。皆さん、太鼓に見えたの一発目に出てきたやつかな。カタカボイチュで出てきた。カタカボイチュ、まあ、筒状のものを、はい、これで押してきたんですけど、ね、なんだっけ、これね、台車で台車で押してきたんですけど、まずあれは太鼓に見えましたかっていう。いや、見えたよ。聞きたいんですよ。どうです、見えましたかっていう、見えましたっていう人は、あの、ぜひリアクション。ダンマスご覧 いただけた皆様っておられるんでしょうか。いるかな、まあ、いるんじゃない。ダンマス見てくれた人、コメントください。せーの、どうちゃんと見えたって、ほら見えた。でも、あの丸を描かないと見えなかった。黒な点で本当に。でもあれは僕たちと、まあ、もろもろ男組だね。男組と山下頑張った。あ、皆さんめっちゃ頑張ってた。手伝いました。キサちゃんとサシャちゃんと、はい、手伝いました。あと何人かの女子が手伝ってくれたんですけど、結構楽しかったですよ。本当にもう徹夜して、あ、マジで大変だった。もうね、NASA がね、あ、ヤマッチがみんながすごい固めをしてる間に一人で外に出、汗だくで作ってたね。ありがとう、ありがとう、みんな、ハタチありがとう、ハタチありがとう、ハタチありがとう。ということで、ダンマス見てない服っていいですか、服っていいですか、どうぞ。なんとバトル、あー、そうだ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 、ないのあれ、ないのそうだ、バトルがないの。ちょっとトロフィー出てくるまであと3秒。こうやって上からさ、降ってくるんじゃない、トロフィー。あれ、お、あれ、上から、あ、なんか見えてきた、あらら、ニョキニョキって頑張ってる。もうちょっとで来るかもしれない。ニョキニョキニョキ、ニコ生選抜メンバーの方と、あれ、あ、すみません、すみません、ビリギャルしたんじゃない？ビリギャルじゃねえよ。映画の、なんだっけ、セタちゃん、これ。ほら、わかりますね、皆さん。なん、せーの。リベンジ！リベンジ！リベンジマッチしたんだよな。めっちゃ
8ラウンドやらせていただきました。やばいよ。分かったね。でもさ、やっぱりさ、こういうのもらうとさ、何歳経っても嬉しいよね。しかもこれ見てください、2回目って書いてあるんです。だから3回目も絶対に優勝したいです。頑張ります。じゃあ連続次。そうなんで踊って連続だ、ね、第2回踊ってみたエキシビジョンバトルなので第3回の方もね頑張りたいと思っております。よっしゃ、ありがとうございました。第3回は違うメンバーが出るかもしれないし、やっぱですよ、まあどうなっちゃうのか知らないですけど、角川でつなげたい。角川ドリーム週一も出たいんじゃない。そ僕出たいですよ。出たね、出たね。去年のさ、ダンマスで一緒に出てた矢沢さんがまさかの、いや、うちの顔なんだよ。いや、やばい。うん、やばい。ねえ、一つ、いい、うちの顔とトロフィーの裸ぶりなんだけど。でも黒いからね、さっきなんかパーナーみたいに出てたけど全然見えない。もうね、顔バキバキでしたよ。やばかったね。そう、矢沢さんも顔も、顔やったろけみたいな顔。進化してたよ。まあでも矢沢さんのツイッター面白かったけどね、高速道路の。気になる方ってください。ツイッターお願いします。ダンマスがまだ多分29日まで見れるんですか。タイムシフト、あ、でも見えると思います。そうだね、見れるね。はい、お金払って29日のチケットを買ったらタイムシフト視聴っていうのができるみたいなので、皆さんよろしければチェックしてみてください。ご覧ください。はい、ご覧した方がいいですよ。はい、見えます。というわけで、お次ワークショップの振り返りをしていこうと思います。これは各自になりますが、北海道行かれた方、どうだったでしょうか。お、行ってるやん、行ってないよね。行ってないよね。どうだったでしょうか。いやー、もう北海道はもう、せーの、美味しかった。素晴らしい。はい、ナイス。まず北海道はもうぶち上がりですね。よかった。ライブ数系ですね。はい、なんか食べてませんでした。はい、牡蠣食べました。うわ、いいなぁ。いや、てかもう何泊したんだっけ。3、2泊。お前知らないじゃん。2泊3日だよ。2泊3日したんですけど、もう全部あの、はい、全部食べた。ジンギスカン、スープカレー、刺身。うわ、いいなぁ。お寿司、牡蠣とか海鮮丼、あとなんかソフトクリームとかも全部食べた。ザンギ、ザンギ、まだダイエットしなきゃ。あ、ザンギも食べた。ザンギ、うわ、いいな。ザンギって何ですか。え、なんかザンギってお肉から味がついてる。はぁ、うまそう。唐揚げはあれ、なんか衣に衣に味ついてるけど、ザンギは肉に味がついてる。私、ダンスのこと言ってるんですけど。ご飯じゃない、ダンス。ワークショップ。いや、ワークショップはもうめちゃめちゃ人が入ってもらった。美味しかった。ワッサーでした。もう美味しかった。ワッサーだった。人がいっぱい入って美味しかった。まあ自分とみなみちゃん北海道出身なんですけど、結構ヒップホップがやっぱみんな好きで、もうゴリラいっぱいって感じ。いやー、確かに確かに。ダンサーもいるわけで。そう、ダンサー小さい、そう、ちっちゃいゴリラちゃんもいて、もう大きいゴリラちゃんもいて、もう結構いろんなゴリラが。先生もゴリラ。大丈夫。失礼。ほら、感じで。えらい感じ。マジで、あの、結構ぶち上げ北海道の旅でした。やばい。最高ですね。だから、今度みんなで行こう。やばいです。北海道の優しい人いっぱい。じゃあ、鹿児島かな。真逆だから、鹿児島だね。鹿児島。じゃあ、鹿児島行きましょうか。どうでしたかでしょうかね。鹿児島っていうよりか、ほぼ九州を回ってきました。長崎、福岡、宮崎、熊本、鹿児島行ってますね。飛びまくって、なんか白くね後ろの動画しすぎじゃね。ちょっと天気が黒かったから。お前いいな、鹿児島。どうだった。もうなんか、なんていうの、いつもは鹿児島とかやったらなんかもう知ってる子とかがいるんですけど、なんか初めて、あの、初めましてがすごく多くて、で結構なんかこう自分のスタイルを教えるのも初めてだったんで、もうなんか出会いが多かった。いいね。やっぱもう毎回行くともう出会いがあって、でなんかそのスタジオ様もすごい優しい方なんで、なんか行くたびに美味しいものをいただいたりとか。やっぱご飯なんだね。そう。やっぱり虫多いんですか、鹿児島は。あ、多いですね。あの、私田舎育ちなんで、あの、何でも手で。でもね、蜂とかやばそうだもん。いや、蜂じゃないんですよ。ゴリブリ。気持ち悪い。俺は関係ないけど、あのワークショップしてないですけど、おばあちゃんとおじいちゃんちが鹿児島で、たまたまそう、2人がワークショップしてる時に会ってないけど、全然俺ど田舎だから帰ってたんですよ。そしたら家帰って玄関行ったら、もうこんなんが普通にゴキブリいて、うわ怖
死ぬやばと思って朝起きて、あそれ終わって寝て起きたらなんかここがブーンブーンってなってるから、何と思ったら蜂の巣がここで、それはから、こっちが問題がある。そんな、そんな虫が来る。でも、でも来てるまでごめんだけど、北海道の人はゴキブリ写真撮っちゃう。えレアだから。レアだから。へぇ、やばい。逆になんか虫出るんですか、北海道。蜂蜂。やだ。蜂です。蜂だな。蜂特化。でもなんか自然にさ、囲まれたらよくね。鹿児島めっちゃいいとこ。いいよ、結構だった。自然の、嫌いなところは虫。いやもう、あ、私も鹿児島行きました。そうよね、そうそう、もうめっちゃ鹿児島の人優しい、みんなで、あれだよ、鉛がすごい。名前どんなですか？鉛が可愛い、みんな。今日は初めて受けるんですけど、みたいな、めっちゃ緊張するけど頑張りますみたいな感じ。どうでしょう、皆さん。公務員ってあるじゃないですか、公務員ってあるじゃないですか。公務員なんで、鹿児島の人にあの将来何になるのって言ったら、みんな絶対公務員って言うんですよ。やば、絶対みんな知ってる、全員同じ夢なの。公務員、あの CM があってすごい有名で、絶対みんなこうやって公務員ってあげるんで、公務員なんか無理やり言わされてる感じ。無理やり言わされてる公務員。いや、なきとかね。ラサ君は大阪行ったね、一緒に。大阪行ったね、一緒に。楽しかったね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 。いい思い出だ。アロハちゃんの、あの、Jフラップさんというスタジオに行かせていただいて。あれって、アロハちゃんちにある？ちゃんちにある。え、ちゃんち？すごいすごい。今が俺初めて行ったけど。1階がアロハちゃんのパパの美容室で、2階がアロハちゃんのママのスタジオで、3階がお家。わー、わー、めっちゃ満員だったよね。いや、満員ですね。ありがとうございました。いや、行かなきゃ満員でした。あとダフも来たから。はい、ダフも来たね。しかもめっちゃ売れてました。ダフ来た。ない。そう、ない。この前一緒に公務員しましたってコメント来て。え、公務員しました。結構何人かとしてるんで、誰かが公務員、公務員、KD ショップの方かな。 KD ショップで、あの、鹿児島出身のあのパラワタいたんで言わせました。パンパンもいいって言わせました。じゃあ次、鹿児島の人に会ったら私もやってみよう。やってみよう。というわけで、あ、そう、その時にあのほとんど KD の方が、KD メンバーが着ていた T シャツ、座礁 T なんですけど、そちらなんと、隙間デパートが延長したということで、皆様のおかげです。ありがとうございます。こちら私もびっくり。いや、うちらもびっくりした。だから隙間デパートに座礁 T と、カバー T シャツ、そしてリストバンド、2曲、未発表曲、それぞれ未発表の楽曲5曲入ったリストバンドとか、そうなんだ。チェキが8月の28日うちの誕生日。わー、だからジュリカなんだ。そう、だからジュリカなんだ。じゃあこれみんな待ち合わせしよう。隙間デパート終了、終了に集合して、終了日に集合。そしてオンラインではリットリンクの方で、販売してるので、まだまだ売ってる。いや、結構売り切れらしい。そう、イエーとエンジョイイットじゃない、あ、違う、エンジョイイットとイエーが売り切れに。店舗にあるものとネットにあるもの、カンバッチは、カンバッチはまだ多分、あれ、カンバッチ、あ、カンバッチ売り切れ、売り切れ。すみません、私が売り切れにしちゃいました。もう少々お待ちください。チェキはこの間いっぱい撮ったよね。チェキいっぱい撮った。この前行った時に、あの、チカラの T シャツがしか売れなかったんですよ、その時、その時間帯。やば。だから、多分チカラももうなくなっちゃうかもしれない。じゃあお早めに皆さん、ゲゲゲもゲ、ご購入ください。ご購入ください。そしたらおさらいにして一緒に踊りましょう。イエーイ。というわけで、なんと明日ついに、なんて言った、ショーウィーザサマーフューチャーにて角川ドリームズがゲスト出演します。ショーンの第2次シーズン
査を勝ち抜いた、そうですね、今の練習生8人の練習生と一緒にステージに立ちます。そこが練習生にとっては最終審査のステージになるみたいな。いや、すごいね、やばいよ、やばい、見取り合った、うちも取り合ったんじゃないか。でもあの中からメンバーが出るかもしれない。はい、ということでちょっとお時間がないのですぐそっと進めさせていきます。次は8月13日さくらタウンにて誰とコラボするんですか。せーの、セガさん。無料で自分の見れちゃうんだよ。そして、はい、続いて8月17日、こちらは深夜イベントになるので、はい、20歳以上のメンバー、ありがとうございます、ありがとうございます。20歳以上のメンバーと20歳以上のお客さんしかご覧にはなられないんですけど、インターロックにて力を歌ってくださってるおさみさんとコラボショーケースをすることになりました。邪魔のお話が聞けるかもしれないので、皆様今すぐ有料会員に登録してください。